まあ、失点してしまったし、自分の中では全然いいプレーができないので、まあ、悔い残ってますけど、最低限引き分けで終われたっていうことは良かったかなと思います。前半 0-1 で終わったんですけど、チームで絶対1点返して逆転しようっていう意識があって、ああやって引き分けを持ってこれたっていうのはすごいチームにとってプラスだったので、すごい良かったなと思います。監督からも、もっと縦に仕掛けに行けっていうのは言われてたので、そういうやっぱり後ろじゃなくて前への姿勢っていうのを見せれたのかなと思います。そうですね、まあ怪我で交代しちゃったのは思ってなかったですけど、まあ今日は最後勝ち点1で終われたんで良かったのかなと思います。まあ崩せる場面では崩せるところもあったんで、まあ、ここは良かったかなと思います。勝ち点1取れたことっていうのは前向きに考えた方がいいですし、まあでもチャンスも結構多かったんで、まあ、勝ち点3取れれば一番良かったかなと思います。後半が良かっただけに、ね、もったいなかったです、ね、もったいなかったね。まあ次また頑張ります。はい、はい、お疲れ様でした。そうですね、まあ警戒してた選手にやられたっていうのが一番悔しいですけど、まあそこで裏にこうちょっと抜けてくるっていうイメージを持って自分が持っておけば、もっとこうスムーズに守れたかなっていうふうに思いますし、まあその警戒してた選手にやられたのがまあ一番悔しいです。まあそうですね、まあ、1試合通してまあ、ピンチは決定的なピンチっていうのはそこまでなかったですけど、なかったからこそ、まあ、あの一つの決定的なピンチっていうのを自分が防ぐことで、まあ、試合の流れをうちに持ってくることができたと思いますし、まあ、そういう少ないピンチっていうのを自分を含めてディフェンスと一緒にこう守るようにしていかないといけないかなって思います。勝ち点3取りたかったですし、サポーターの皆さんも、まあ、そこを、必要としてたと思うんですけど、まあ、しっかり勝ち点1で終われたってことをポジティブに捉えてやっていきたいなと思いますし、まあ、内容もしっかり自分たちがやろうとしているサッカーっていうのが90分通して、表現できたと思うので、まあ、これをしっかり勝ち点3につなげられるようにまたトレーニングからいい練習してやっていきたいなと思います。でまあ、誰一人として諦める選手はいなかったと思いますし、まあ、そういう掛け声、声かけっていうのを、まあ、失点した直後から、まあ、後半始まる時から、チームとして声かけれましたし、まあ、それを、まあ、自分が率先して声出す部分では、あったと思いますし、まあ、それに対してみんなが応えて、まあ、やろうっていうところで、まあ、みんなで、盛り上げながら90分間できたからこそ追いついたと思うんで、まあ、そういったポジティブな雰囲気っていうのをこれからも大事にして、やっていきたいと思います。まあ、勝ちたかった試合でしたし、まあ、落ちたところ部分は良かったですけど、まあ、勝ち越すチャンスがあったので、あそこで、もう1点追加点を取って勝てれば良かったかなと思います。で、まあ、後半は特に形をチームとしても作れましたし、ゴールに迫れるチャンスも多く作れたので、そこで取り切れたら良かったかなと思いますし、まあ、逆に前半からもっと、そういう形を作れたら良かったかなと思います。勝ち点3を取ったらやっぱ、勢いはつくと思いますし、より、波に乗っていけると思うので、次の試合はまたホームで戦えるので、勝って勢いに乗っていきたいと思います。リーグ公式戦久しぶりのこのエディスタはいかがでしたか？いやー、めちゃくちゃ雰囲気良かったし、やっぱ楽しかったです。帰ってきたなっていう感じが。まあ、続きますからね。そうですね、またホームでやれるんで、次こそは点を取って勝ちたいと思います。今シーズンこういう展開が増えると思いますし、前半我慢しなきゃいけないっていう展開が増えると思う、はい。まあ、1試合目でこれを知れたというか学べたっていうのは大きいと思いますし、後半その空いてきた中でいかにクオリティを出すかと思ってます。まあ、かなりハーフタイムでの指示もありましたし、はい、まあその通りだと思いました。いつか入るだろうっていう雰囲気でやっててもダメなんで、はい、常に前半から自分たちが畳みかけるって言い方したんだけど、押し込むっていう形をできて、なおかつ厳しいところに行かなきゃいけないと思うので、はい、まあ、課題と収穫があった試合になったかなと思います。特に前半はマイボールを、ね、大事にしようとする、まあ、意識がちょっと強すぎて、
なかなかボールを、ね、前に運べなかったかなっていう、まあ、横パス、バックパスがちょっと多かったかなと、まあ、チャンスになりかけてても、うん、なかなかこう、まあ、スピードダウンしてで相手の戻りも、まあ、それに合わせて早かったのでなかなかこう崩すチャンスが作れなくて、まあ、シュートチャンスも、ね、多分少なかったと思うんですよ。ですけど、まあ、後半はやはり先に失点、まあ、してしまったということもあり、まあ、パトリックが、ね、入って少しのこう流れが変わったといいますか、まあ、よりこう攻撃がこうシンプルになったというか、まあ、手数をかけずに、まあ、パトリックにあのパスがどんどん供給される中で、まあ、選手たちの、まあ、中で、やっていた、まあ、プレーしていた選手たちの、まあ、意識もよりシンプルになったかなと、はい、それからまあ運動量も、まあ、非常に上がりましたし、まあ、同点に追いついてからはねもうまあ、いつ点が入ってもおかしくない、まあ、ゴール奪えてもおかしくないっていうシーンがどんどん増えてきて、まあ、できればね、勝ち越して、まあ、取りたかったと思いますし、まあ、勝利でね開幕戦飾りたかったとは思いますけど、まあ、難しい試合をよくこう勝ち点、まあ、引き分けて勝ち点1取れたんじゃないかなと、まあ、思うような、はい、感じですかね。3人がこのリーグデビューした中で、はい、この、まあ、あの課題と収穫もありそして彼らも、はい、まあプレーできたっていうのはチームとしても大きな仕事ですね。大きいと思います。やはりこうピッチに立たないとやっぱ感じれない、まあ感覚っていうのは多分出てみると分からないと思うんでピッチの上でいろいろ感じたことをこれから、まあ、足りない部分を、課題として向き合っていく中で、まあ、彼らがねこれから、まあ、将来を担っていかないといけない存在になると思うので、まあ、ぜひね、次につなげてもらいたい。